場シリーズも佳境に入ってきました。ボートレース唐津の6日間シリーズモーニングレース朝時唐津九州スポーツ杯5日目、いよいよ準優勝戦の開始となります。順当に勝ち上がってきたメンバーと敗者復活メンバー交えてのガチバトル、優出できるのはそれぞれのカードから2人のみです。まずは1つ目の準優勝戦第10レース、1号艇東京の鈴木重政、2号艇群馬の鳥塚貴博、3号艇東京の川口貴久、4号艇佐賀の大久保慎一郎、5号艇東京の村田修司、6号艇静岡の重野聡、以上のメンバーです。枠なりとなりそうです。バック側から1号艇の鈴木からホーム側に移ってきます。今2節連続優勝中のこの54号機、ここはきっちりと逃げて輸出あるのみです。2号艇の鳥塚が2コース進入です。バランスが取れて乗り心地も上昇。3コースが3号艇の川口、パワーあるモーター14号機後ろに引っ張って4号艇の大久保慎一郎、前半5レースまた整備を行って3艇の2番手争いまくって力強く制していきました。パワーアップのように見えます。そして5コースは5号艇の村田修司、前半1レースはインから伸び返しての逃げ、だいぶ伸びもついてきた模様。そして6コースが6号艇の重野聡、大整備を行っています。進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました第10レース、内側2艇はこれはかなり突っ込んだスタートでしょうか。さらには4号艇も行っていますが、1周1枠は1号艇、そして2号艇、4号艇と回っていきました。向こう上面に抜け出しています。ただいまのスタートはフライングがあります。さあここは集団でのフライングとなってしまいました。集団でのフライングとなってしまいました。1番の鈴木、2番の鳥塚、3番の川口、そして4番の大久保、内側4選手はフライングのため変換欠場です。フライングのため変換欠場となります。投票法によっては変換となります。どうぞ船券は大切にお持ちください。走っているのは2艇のみ、残っているのは2艇のみということになります。今先頭が6号艇の重野、そして5号艇の村田がそれに続く2艇のみが残っています。2周2枠からホーム側、6号艇の重野、そして5号艇の村田です。レースは最終周回に入ります。このレースは大変残念ながら集団でのフライングとなってしまいました。内側4艇、1番、2番、3番、4番の4艇がフライング、投票法によっては変換となります。どうぞ船券は大切にお持ちください。バック側で6号艇、5号艇の順で走っています。最終ターンマークとなります6号艇の重野が先頭、そして2番手で5号艇の村田、第10レース間もなくゴールを迎えます。先頭6番ゴールイン、5番ゴールインです。